こんにちは、ラムネです、今日は久々にシーイン購入品を紹介していきたいと思います。まあ、夏服メインに買ったんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛いのを見つけたので、今日も着用しながらね紹介していこうと思います。でまたクーポンもいただいてるので、はい、ぜひ使ってお買い物してみてください。概要欄にも貼っておきます。早速着替えてレビューしていきたいと思います。はい、じゃあまずねこちらのグレーの T シャツです。はい、こちらはハニースポット文字グラフィックドロップショルダーオーバーサイズっていうやつで、ワンサイズのみですね。でお値段が1325円です。ワンサイズで、そうね、お尻が隠れるぐらいだけど、ちょっと私お尻がでかいので、若干こう半分お尻がちらちら見えちゃうぐらいは丈あるんですけど、低身長の方とかだとワンピースみたいな感じで着れるんじゃないかなと思います。私はね特にこのそういう丈感は気にしなくて、とりあえずダボっとした T シャツが欲しかったんで選びました。めっちゃ可愛い。家着とかでもいけるし、なんか最近友達がダボっとした T シャツとかすごい似合うよってなんか言ってくれたんで、すごい単純だからさ、私きちっとしたやつが好きだったけど、結構ねダボっと系も買うようになってめっちゃお気に入りです。まあね、この画像みたいにこの袖の部分こうやってロールアップしても可愛いですね。私は結構このままゆったりとしたシルエットが好きなんで、はい、まくらずにこのまま着ようと思います。ちなみに今ね下はこんぐらいのスパッツ履いてて、はい、すごいラフな状態です。めっちゃね使いやすいと思う。私さ、ここ何ヶ月かは早朝ウォーキングしてて結構歩いたりするんで、その時もいいなって思います。生地もね分厚くてしっかりしてるのでめっちゃおすすめです。はい、次はこちらのキャミとカーディガンです。これね2つセットになってます。で、ハニースポット文字柄ボタンスルーキャミトップ付きクロップシャツで、 M サイズのみでお値段2060円です。え、めっちゃ可愛くないこれ。ほんとね、写真のまんますごいね、なんか韓国のお姉さんっていう感じかな。めっちゃ使えると思うこれ。なんかね、時期的にも今さちょっと最近暑いけど、これから梅雨になっていくとさ、まあ、ちょっとなんか冷えたりとか、あと電車の中とかたまに寒かったりするじゃん。そういう時にやっぱこういうさカーディガンあると助かるんだよね。そう、暑かった途中で脱げばいいし、このキャミ自体も可愛いんですよ。こんな感じでさ線がね2つあってめっちゃ可愛い。あとアジャスターあるんで調節できます。今下にヌーブラつけてるけど、結構カップあるのは嬉しいですよね。ちなみに今デニムと合わせてるんですけど、デニムとの相性抜群なんで、はい、もうこれ着るだけでもうちょっとお姉さんっぽい雰囲気っていうか、ちょっといい女の雰囲気が出るのでめっちゃおすすめです。しかもね生地がね分厚いんですよ。だからこれ秋とかもねめっちゃ使えると思う。ちょっと若干モフモフしてる感じだから、真夏は暑いけど、その夏から秋にかけてぐらいがめっちゃ使えると思うんで、大切に着ようと思います。今回の中で一番お気に入りなので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、次はこちらのレースのタンクトップです。ごめんね、ちょっと後ろ下がれないんだけど、あのロング丈になってます。これはデイジー無地柄ボタンフロントチューブトップなしタンクトップっていうやつで、M サイズの972円です。 M でちょうどよかった。このモデルさんが私と同じぐらいの身長だったんで、 S じゃなくてよかったですね。これはめっちゃ可愛い。これもねマジで写真のまんまなんだけど、あ、ちなみにさっきのキャミを下に今着てる状態なんだけど、そうキャミだとね何でも合うと思う。シースルーな感じがすごく涼しくて、しかもおしゃれっていうか、デニムとマジで相性いいんだよね。これも超買って大正解。シルエットが可愛い。しかもさ、ここやっぱロングだからさ、この太ももも隠してくれるんですよ。なんでこうスタイルよく見えるっていうか、うん、ちょっと足出すの苦手だよって方とかもこれあるとさ履きやすいと思う。生地もねめちゃくちゃペラペラっていうわけじゃなくて、なんかほんと夏の薄さな感じだから、すごい安っぽいとか思わないかな。なんか値段の割には超しっかりしてるなって思います。うん、縫製がしっかりしてるから、こう爪長いんだけどこうねほつれないですよ。そうだからよかった。今多分ね売り切れちゃってると思うんだけど、入荷するんじゃないかな。もし気になる方いたら番号とか控えてた方がいいかも。めっちゃかわいい。これもね超お気に入りです。はい、次もねさっきとちょっと似たような感じでロングのタンクトップです。
これはデイジー1個ジャガードクリームトリムコントラストレーストップスで、これも M サイズの、1558円です。やっぱフリルって書いてあるだけあって、ここのフリルがめっちゃ可愛いですね。でここにリボンがあるんですけど、ここでちょっと絞るっていう感じかな。なんか模様がこんな感じでバラの絵が書いてあります。これもめっちゃ薄くてロング丈だから、ね、太ももを隠してくれるんですよ。なので、まあ、下半身ちょっとカバーしたい時にさっきのタンクトップとこれめっちゃ使えると思う。でレースなんでめっちゃ涼しいです。さっきのも薄いからすごい夏はね大活躍すると思います。私的には買ってよかったので、たくさんこの夏着ようと思います。はい、次こちらのデニムです。これね、めちゃくちゃ大当たり。特にフレアパンツが好きな人は超おすすめなんですけど、ハニースポットウォッシュドフリンジ裾フレアレッグジーンズってやつで S サイズを選びました。でお値段2435円です。ちょっとねインスタで投稿したやつがあるんでちょっと載せますね。履いてみるとこんな感じ。めっちゃ漏れてない？もうね、足マジで漏れるんですよ。私なんか骨格的にさ、フレアパンツがめっちゃ相性良くって足が漏れるんですよ。なのでフレアパンツよく買いがちなんですけど、これさ裾がフリンジだからめっちゃ可愛いんですよね。やっぱそこが一番ポイントなんだけど、ぺったんこ靴だと結構地面についちゃうんで、だいたいこう厚底と合わせてます。可愛くない？もう足盛りたい方ぜひデニムおすすめです。あんまりこう期待してなかったんだけど、想像以上に良かったので、ほんともう一着欲しいなって思うぐらい超お気に入り。この時の写真で一緒に履いてる厚底サンダルがあるんで、ちょっとそれも紹介します。はい、こちらです。めっちゃ可愛い。これは、女性シングルバンドグラマラス夏プラットフォームスライドサンダルで、マルチカラーってやつ選んで2805円です。これね、ブラックとかもあるんだけど、私的にはこのキラキラメタルみたいな色が可愛いなと思ったので、このマルチカラーを選びました。これね、もう最近めちゃくちゃ履きまくってるから、ちょっと裏若干汚いんだけど、超歩きやすいんですよ。ダッシュできる。そう、なんか急いでる時とかこれで走ったりしたんですけど、全然走れて友達もびっくりしてました。マジで想像以上に可愛いから、友達も欲しいって言ってて、足盛りたい方マジでおすすめです。こんだけさ厚底あるのに、やっぱこう高低差ないから歩きやすいんですよ。なのでこのさっきのフリンジデニムと合わせると相性抜群。これ履くとね、フリンジの部分が床につかないので、だいたいこれと合わせてます。ぜひチェックしてみてください。夏たくさん使えると思います。ずっとこう触ってたんだけど、実はこのケース今回の購入品で、ストラップは別に自分が買ってつけてるんだけど、この蝶々がこうついてました。だけど私はね、このストラップをつけたいがためにこのケースを買いました。なのでこの蝶々は、はい、乗っけておきます。可愛いですけどね、このキーホルダーも。そうで、ほんとね、このキルティングがめっちゃ可愛いんですよ。でここもキラキラだし、高見えするっていうか、うん、可愛くてお気に入り。値段もね、値段、これはクリア携帯ケース付き蝶々ペンダントデコレーションストラップっていうやつで348円でした。こんな風にいろんなサイズがあるので、きっと自分に合うサイズが見つかると思います。これほんと買ってよかった。しばらくこの部分が壊れるまでは使い続けようと思います。気になった方ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次は超使えるシリーズを紹介していきたいと思います。まずこちら、アームウォーマーです。私さ、日焼けがマジで嫌いだから、日焼け対策毎年頑張ってんだけど、アームウォーマーを久々に買ってみました。あ、ごめんなさい、これはニコ無地柄日焼け止めスポーツアームスリープっていうやつで、ワンサイズの773円です。ちょっとつけてみるね。あ、でもちょっとひんやりするかも。はい、つけてみました。こんな感じ。うん、すごいフィットする。なんかさ、ダボダボすぎると下がってくるから嫌いなんだけど、めっちゃね、ここ絞りがしっかりしてるから下がってくる心配はないですね。で、何より嬉しいのが、ここ見えるかな、滑り止めついてるんですよ。これすごいありがたい。だからこう携帯持っててもこう滑ったりしないからめっちゃいいと思う。うん、
これさ、アームカバー探してる方、めっちゃおすすめです。結構ね、いろんな種類あったんだけど、いろいろ調べた結果、やっぱね、これがいいと思ったんだよ。なので、買って大正解でした。ぜひ、この夏のお紫外線対策、頑張りましょう。はい、これと、はい、次にこちらのヌーブラです。まずこっちから説明しますね。はい、このヌーブラは、ワンペアシリコン自己接着ブラ付きワンペア透明ストラップ846円です。これね、粘着すごい良かった。この外側の部分がちょっとこう盛り上がってる感じなので、はい、胸漏れます。なのでまあ水着の下とかいいんじゃないかな。あ、水に入ったらちょっと取れやすいかもだけど、つけてないんでちょっとそこは分かんないんですけど、でも普段着でこうつけるとしたら結構粘着強かったので、はい、いいと思います。なのでこのヌーブラとこっちですね、こっちのヌーブラは無地柄自己接着ストラップレスブラジャーアプリコットを選びました。粘着力が強すぎるっていう口コミがたくさん書いてあったんですよ。なのでやっぱ粘着力大事だから、そう、その口コミを信じて買ってみたんだけど、めっちゃ良かった。確かにちょっと剥がすとき若干痛いぐらい粘着力があったので、肌見せする服を着るときにヌーブラはすごく使えるので、はい、私は結構毎年買うんだけど、シーンのヌーブラ結構最強なので今年もお世話になります。この2つ私的には買って正解だったので、キャミの下何着ていいか分かんないなって思う方はこういう、ヌーブラとか、キャミブラとかおすすめです。はい、ということで以上が今回の購入品でした。結構ね、どれも使えるっていうか、買って大正解だったものしかなかったので、買い物成功かなっていう感じです。まあ、トータルでいくと、このね、キャミトップと、カーディガンめっちゃお気に入りなので、すごくおすすめなんですけど、まあ、このフリンジデニムだったり、厚底サンダルだったり、これからもたくさん使える夏物を結構紹介できたかなと思うので、ぜひ参考になればなと思います。こんな感じで今日は終わりたいと思います。ここまでご視聴してくださってありがとうございました。では失礼いたします。